もはや感染爆発といっても過言ではありません県内では今日新たに548人の新型コロナウイルスへの感染が分かりましたこれで累計感染者数が2万人を超えましたわずか1ヶ月余りで1万人増えたことになります新たな感染者を地域別に見てみますまずは県西部でです浜松市で93人 岩田市で三十六人、袋井市とお前崎市でそれぞれ十五人となっています。続いては県中部です。静岡市で百十五人、藤枝市で二十八人、八戸市で二十六人などとなっています。県東部です。富士市で四十二人、沼津市で三十七人、富士宮市で二十二人の感染が確認されています。 これで県内の累計感染者数は2万人を超えました先月22日に感染者数が1万人を超えてからわずか35日で新規感染者がさらに1万人増えたことになります浜松市では自宅療養中だった50代の男性の死亡が確認されました 市によりますと前日まで軽症でしたがきのう家族の呼びかけに応答がなく隔離していた部屋に入ったところ男性が倒れていたということです容体が急変したとみられ男性には基礎疾患があったということです県内では新たに2つのクラスターが確認されました焼津市の保育園ではきょうまでに園児と職員合わせて13人の感染が分かり 新たなクラスターが発生しました県は保育園の利用者は全員特定できているとして園名を公表していません県内の病床の使用率は県全体で67.9%となり最も逼迫している西部地域では73.1%となっています